ございます、クルスルナです。とこんにちは、なつくです。イエーイ、今日もですね、今まだ外が真っ暗で車に乗ってるんですけど、本日の企画は朝活してみよう。イエーイ、ポー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 。はい、ということで今日は私がずっとずっとやりたかった海辺でモーニングをしていきたいと思います。今どこに向かってるかと言いますと、湘南に向かっておりまして、あ、ちなみに今の時刻が3時37分。朝日を見ながらちょっと海辺で朝ごはんを食べたりしちゃったりしようかなって思って、夏かパイセンに運転してもらっております。安定にありがとうございます。こんな時間からね。まあ、そうです、とりあえずもうなんだかんだ材料とかは買ってるので。イエーイ。朝活はしたことあります？もうなんなうちほったらかし温泉とか行ったことあるよ。早朝に出てってみんなで。へえ、めっちゃいいじゃん。早朝っていうかもう、だから今日みたいな感じで明朝露天風呂で朝日迎えるみたいな。朝日迎えてめっちゃいいやん。帰りに爽やかかなんか食べて帰ってきたっていうもはや一日を過ごしたことがありますね。めっちゃいいじゃん。何それ、爽やかなハンバーグ食べてみたいんだよな。美味しいよ。だよね。今日は朝活だけなんですけど、皆さんが大好きなゆるブイログになるかと思いますので、いやーいいと思って、ぜひね、ゆるく見ていただけたらと思います。やっぱうちが出ることによってクルスタの動画をゆるくしていく。でも最近出演率高めだよね。なんかもう一緒に YouTube やってるのみたいなぐらいに確かにね。いるんだけど、もう夏、だって逆に言えば夏一人の企画撮ってないもん。少ないよね、でもさ編集がね楽しいんだよね、やっぱ一人より、なっちゃんとかいる方が編集がはかどるからすごい楽しいんだよね。撮ってても楽しいしね、わかる。さ話弾むよね、めっちゃ。それな、一人で伝えたいこともめっちゃ。切れたんだけど、しかもごめんなさいね、なんかこんな時間に電話が来るっていうことはまあ飲みなんですけど、絶対に今日は行きますね。飲みなんですけど、飲みなんですけど、3時42分なんですけど、どういう電話マジで。でもなんかおよそ1km、 いや負けんな。でもなんかさ、うん、この時間帯すごいいいね。なんか車も少ないし、静かだし、だからやっぱこの時間のドライブってさ楽しいよね。すごいいい。まあ、このドライブの時間長く撮っててもあれなので、ちょっと海での時間を長く回したいと思います。イエーイ。じゃあまた月次第って感じで、バイバーイ。バイバーイ。はい、着きました。あのですね、朝日が見れると思ったんですけど反対方向でした。でもうだいぶ明るくなったんですけど、ちょっともう早速朝ごはんの準備していきたいと思います。やろう。じゃじゃーん、うちから持参してきたガスコンロ、でゴミ袋を、はい、ごめん距離感距離感バグ。じゃじゃーん、ホットサンドメーカー。分厚っ。待って、めっちゃ分厚くないこのホットサンドメーカー。見て、聞こえてますか？なんか増えた。マジで怖い。私一回サンドイッチ取られたことあるんだよ。めっちゃちっちゃい頃。ね、スクランブルエッグめっちゃいい感じ。え、めっちゃいい感じじゃん。あ、ここに入れてるよ。マジで言ってんの？おわけぶきなみんな、あらぎはるちゅう。見て、マシュマロも買ったの。すぐ明るくなったね。なんかフレンチトーストみたいな匂いしない？バターとかじゃない？あー、わかる？確かに我らのプロ。なんかすごい確かに、なんか焚き火でもしてたのかな。ただーん、素晴らしい。あ、豆乳横の方がいいか。
閉めまーす。いってらっしゃい。はナイス。めっちゃ美味しそう。わあ、すごい。やっぱ卵入ってた方が良かったでしょ。うん。食べていいですか。いいよ。いただきまーす。おいしい？うん。うん。待って、かわいい。おいしい？かわいい。激川です。この女。うん、大丈夫。まあ、ちょっとこれ。ウィンナーもあるよ。なんかさ、今で撮るとさ、ホームビデオ感って良くない？マジでホームビデオ。ただのホームビデオ。オープン。パンパパーン。おいしそう。じゃじゃーん。見て。わあ。すごくない？いただきまーす。おお。待って、激うま。キャンプ行きたいね。うん。見て。おいしそう。私チーズのせがいい。してくれる。優しい。私は欲張りな女だから。何チーズを乗せて。チーズめっちゃいい感じやん。ね。うわあ。絶対おいしい。いただきます。ビミ。うんま。うん。ココアもある。あ。コップなくね。終わった。なんかイメージではもっとさ、朝日昇ってます。スカーンみたいなね。波さあさあぐらいのさ、うんうんうん、イメージだったんだけどさ、でもご飯は想像以上に美味しい。いやいいな、シノーケルしたい。何も見えねえぜ。タラーン。これで挟みたいと思いまーす。あ、やばい、焦げた。しかもちょっと燃えた。え、すごくね。あ、中だけ抜いたのか。あ、よっしゃ、来た。うまっ。マジでこれさ、うん、あれだよね、炭火でやるのが一番うまいよね。わかる。これで最後にしよう。やっぱこういうとこで食べるからより一層美味しいよね。多分あれ家で食べても普通の朝ごはんだもん、うん、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。マジで美味しかった。ちょっと今度はちゃんと朝日が見えるところでやりたいけど、みんなどこでやってんだろうね、あれは。次はちゃんと朝日が昇るところを調べて行こう。そうしよう、無事で。まあまあこんな感じです。バイバーイ。やばいか。せーの、バイバーイ。バイバーイ。また次の動画も見てくださーい。 OK、 いいよ。なんとかなる。もう最後投げやりやん。